店名がジャスコの頃4タウン、木更津朝日は千葉県木更津市朝日3丁目に位置するショッピングセンター。木更津駅からやや離れた旧国道16号に面する郊外型のショッピングセンターである。建物は鉄骨造り2階建てで店舗周辺と屋上に駐車場を併設している。元来は株式会社木更津グリーンシティショッピングセンターが運営する ショッピングセンターとして営業していたが、2012年4月1日に、イオングループのイオンタウンに吸収合併されて、イオンタウン、木更津朝日に改称した。当施設の開業以前は、1973年に、木更津駅東口前で開店した西遊ストアや、大映画、坂本百貨店と共に、木更津市の商業の中心であったが、当施設が、朝日町から木更津町にかけて続く。 さつき通り商店街の裏手に立地するため、開業時に、同商店街や木更津市の商業へ大きな影響が予測され、当施設や2000年12月1日に開店したアピタ、木更津店などの影響で、木更津駅前などの中心商店街は、閉店が相次いで空洞化した。1982年11月開業時の各店舗は、大木屋、ジャスコ木更津店であったが、 1999年8月21日にオーギア、大木屋ジャスコが、ジャスコに吸収合併され、大木屋の屋号が外れて、ジャスコキサラズ店になり、2011年3月1日に、イオングループが GMS の名称をイオンに統一して、イオンキサラズ店に改称した。イオンキサラズ店は、競合する商業施設の開業などで、売上高が最盛期の2003年の、 約80%に減少したが、閉店時点の店舗面積が約9300平方メートルと施設面積の3分の2を占有しており、売上高が最盛期の約3分の1へ激減して10年間連続赤字で、閉店した初代の伊藤洋稼働市原店よりも検討した。2014年10月18日に木更津市築地に開業するイオンモール木更津へ移転して、 1> 約1.5倍の規模で、新装開店するため、同年8月31日に閉店した。イオン・キサラズ店閉店後も、約30の専門店などは、イオングループが、ショッピングセンターとして、営業を継続し、同店後の1階に、フードスクエア・カスミーオンタウン・キサラズ・朝日店が、同年11月14日に開店した。2階部分は、キサラズ市役所が新庁舎建設に伴う、 仮庁舎として窓口機能を必要とする市民部や福祉部、財務部、都市整備部、教育部などを移転させ2015年9月24日から朝日庁舎として運用する。全店舗の一覧と詳細情報は公式サイトを参照。専門店は10時から21時。一部異なる営業時間と駐車場利用可能時間は公式サイトを参照。無料シャトルバス。 ありがとうございます。